マグナカルタ、マグナカルタ、または大憲章、直訳、では、自由の大憲章は、イングランド王国において、ジョン王により制定された検証である。イングランド国王の権限を制限したことで、憲法史の草分けとなった。また世界に先駆けて規制資産の保護を成分化した。ブービー犬の戦いで、フランスに敗北した、ジョン王は、戦後さらなる徴兵を必要とした。 しかし、イングランド貴族たちは度重なる軍役に反発する。彼らは、徴兵に応じるどころか、ジョン王に対し、それぞれ抱えていた不満を救済する様子よう強く求めた。1215年6月19日、貴族たちの要求をまとめる形でラニー・ミードにおいて制定されたのが、マグナカルタである。これにより、イングランドにおいて、法の支配が確認されることになった。 マグナカルタは、教皇院のケンティウス三世の直令により、無効とされたものの、その後、数度改正されている、を参照されたい。1225年に作られたヘンリー三世のマグナカルタの一部は、現在でもイギリスにおいて、憲法を構成する法典の一つとして、効力を有する。マグナカルタの理念は、国王と議会が対立した17世紀に再度、注目されるようになり、 エドワード・コーク共和国の裁判官たちによって憲法原理としてまとめられた。また、新京都革命やアメリカ独立戦争の根拠ともなった。2009年、マグナカルタはユネスコの世界の記憶に登録された。1204年、ジョン王がフランス王フィリップ2世との戦いに敗れてフランス内の領地を失った。1214年、 ジョン王が戦を再び仕掛けて、再び敗戦した、ブービー犬の戦い。この戦いは、強硬派と皇帝派の争いという側面を持っていたが、同年7月27日フランスの勝利に終わった。ジョン王のさらなる徴兵に対して貴族は生きり立った。帰国したカンタベリー大司教は彼らに対話で解決するよう働きかけたが、同年10月18日に死んだ。貴族側は、 差し当たり、ヘンリー一世の体感証書の写しを要求の出発点とした。未知の検証、ザ・アンノーン・チャーターが作成され、年内から交渉に用いられた。この十二項目からなる未知の検証は、十九世紀末に、ジョン・ホラース・ラウンドにより再発見され、現在大英図書館に所蔵されている。貴族らは雑多ながらも、具体的な要求を掲げた。デュープロセスの保証。 相続税額の具体化、ユダヤ人に対する負債の猶予、軍役の範囲をノルマンディーとブルターニュまでとすること、そして五料輪という直轄量に関する事項であった。12項目のうち3項目はご料理に関係した。まず、ヘンリー2世の即位年からご料輪法で設置されたものは根拠法の適用を受けないものとした。1135年以降、 その根拠法が適用されるのと等しい状態にあった土地も適用を免れるものとした。ご両輪法が引き続き適用される地域でも効力が制限されることとなった。1215年である1月6日ロンドンで4月26日のサンプトンで貴族はジョン王と会談した。この間に両派は教皇庁に訴えることができた。貴族は ジョン王の採決に従うよう言い渡された。そしてやはり、ノーサンプトンでの交渉は決裂したのである。5月5日、ジョン王側で貴族の怒りが爆発した、神獣制約の破棄。一週間後、ジョン王は貴族の所領を没収する直令を発した。貴族は、ジョン王の敗を求めて結託した。5月17日、ロンドン氏が同調し、貴族を迎え入れた。ジョン王は、 ロンドンの西にあるウィンザー城にこもった。貴族は未知の検証よりもはるかに長大な貴族条項、ザ・アティコールズ・オブ・ザ・ o ロンスを編んだ。そこでは諸権利が封建的監修に基づく強制手段により担保されていたが、聖職者はこの点に反対であった。さらに、そこへはロバート・フィッツ・ウォルターお長とする25人の貴族が、 代表者とて選出されることが盛り込まれた、いわゆる保証条項の一部。6月10日から島のように開けたラニミードに天幕を張って最終折衝が行われ、19日にマグナカルタという妥協が成立した。マグナカルタは、ご料理について各地方の騎士たちが問題地域の監修を調査することを規定したに、とどまった。 経過報告を受けていたローマ教皇インロケンティウス三世が6月下旬に貴族上項内しマグナカルタの廃棄を命じた。イングランド国王は神と教会以外の約束に縛られるものではないとしてキリスト教の復権を図った。令状は9月下旬に王と貴族の双方へ届けられた。3ヶ月の郵送期間には既得権が成立していた。マグナカルタはジョン王に ロンドンを明け渡すことを定めていたが、3ヶ月過ぎても、ロンドン市民は、行政長官の支配を許さなかった。例の25人がロンドンに軍を保持していたのである。片や25人の代表団は、マグナカルタによって、所領の自治を実現した。彼らは重州で、自分たちの州長官を任命した。教皇の指示を得たジョンが再び争うと、貴族らは、 フランスのルイ王大使に王位を提供しようとした。1216年10月、ジョンが死ぬと、ルイ王大使がロンドンへ侵攻した、第一次バロン戦争。マグナカルタは、ヘンリー三世の摂政をイリアム・マーシャルの下で、再確認され、バロン戦争を終結させた。そしてこの時やっと、五両林の利き、が交付された。ヘンリー三世は、その後、 マグナカルタを守らなかったため、たびたび再確認、修正された。全文と六十三箇条から構成される。原文は、ラテン語が用いられている。写しが大量に書かれたため、各地に残っているが、イングランド内に現存するオリジナルの文書は四通で、ある。特に重要な五項目を挙げておく。イギリスの現行法令集、W. ホルズベリー。 エース・ S S スタッチツに載っている条文は1225年のヘンリー三世の時代に作られた新しいマグナカルタを1297年にエドワード一世が確認したものである。全文と4箇条が廃止されずに残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。